どうも。こんにちは。今日はですね、はい、実はですね、かんちゃんと、こじとせんちゃんとパパでお買い物に来てます。はい、そうです。これ、なんでかっていうと、実はね、チームカジサックオフ会、ね、みんな頑張ってくれたから、パパとママからですね、子供たちに一つ好きなものを、おもちゃ、買っていいよっていうことで、ね、来たんですけども、実は今日はせんちゃんの日だったんでね、せんちゃんがトイザラスで、好きなものを買うと。そしたらかんちゃんとこじがじゃあついていくっていうことでついてきてくれたという形ですね。なんか欲しいものあるかもしれないと思って、ね、うんうんうん、二人ともついてきて、かんちゃんも一緒に選んでくれてね、はい、そしてもう今実は買い終わったんですけども、はい、車中で撮ってますけども、せんちゃんちょっと暗いかな、イエーイ、買いましたね。うん、何買いましたか？これはネイルのやつ。隅っこ暮らしの。明るくする？うん？大丈夫じゃない？ちょっと明るすぎるかな。大丈夫だよ。大丈夫。うん、ありがとう。ここにね、隅っこ暮らしの柄がついてる。うん。よかった。嬉しい？うん。よかったね。最近ネイルにハマってるんだよね。うん。うん。コジもね、ついてきてくれて。楽しかった。うん。よかったね。ちなみにコジは、うん、オフ会の、うん、好きなおもちゃって言ったら何だったんだっけ。もう買ったんだよね。うん、あれだよね。うん、スイッチのフォールガイズの課金です。課金だったんだよな。もうそれは自由なんでね。はい、ではでは、ハンナはまだ決めてないんでしょ。まだ決めてないんですね。そうだよな、うん、当時も確かとあれだよね、コジ、うん、うん、あれだったよね、フォートナイトのバトルパスだったよね。うん。はい。せんちゃん、じゃあ帰って遊びましょうか。うん。楽しみ？うん。どうやって遊ぶの？難しい。塗って、なんかネイル塗って、なんかシール貼る機械みたいなのあって、塗って乾かして、ペタ、イエイみたいな。まあまあまた、ね、ねえねえに教えてもらいましょう。うん。久しぶりのトイザラス楽しかったね。楽しかった。はい。じゃあお家帰りましょう。はい。うん。